ドジャース大谷翔平投手が突き進む前人未到の道2個目が改めて敬意を示している。昨年9月に右肘の手術を受けながらも53本塁打 &56 盗塁53から56を残す活躍に改めてスポットを当てていた。実際の動画ドジャース9大興奮大谷も参戦したシャンパンファイト。米データ会社コーディファイベースボールが X。 旧ツイッター、に投稿大家の大きな写真とともに、手術のリハビリをしているシーズンの傍ら、投手が53本塁打を放ち、56盗塁を決める姿を想像せよと記していた。投手にとって肘の手術は長期間のリハビリを要するものでありながら、大谷は打者として歴史的シーズンを送ってるため、常人には考えられない状況が生み出されている。 大谷はエンゼルス時代の昨年9月、右肘を手術。ドジャースに移籍した今季は投手としてのリハビリをしながら打者に専念。53から56だけでなく、26日、日本時間27日の試合前時点で125打点、オプス1.028、長打率ドット642など数々のリーグトップの打撃成績を残してチームに貢献している。 投手でも有田打でもある大谷だからこそ起こせるありえない世界に米メディアも驚くしかないようだ。